Thank you.
無理しない方がいいと思うよ。大体のことはゴーさんがやってくれるし。だってお姉さん、絶対ここぞってところで失敗しそうなんだもん。せっかくのバーベキューなのに、具材を落とされたり焦がされたりしたら困るし。まあいいから、お客さんなんだしくつろいどけば。正しい判断。それにしても九条さん、気合い入れすぎだよね。あの肉の塊見た？うん、だから郷さんがもったいないって言ってた。大丈夫でしょう。ポーヤ君がバカみたいに食べて片付けてくれるから。ところでちょっと気になってたんだけど、その格好何？まあ間違ってない判断だとは思うけど。休みだし、この河原結構人多いね。もっとこっち来て。お姉さん、もうちょっと周り見た方がいいよ。俺がいなかったら絶対ナンパされてた。あっちにいる男の人たち、多分お姉さんに声かけるつもりだったんじゃない？もうちょっといろいろ自覚しなよ。そんな服装してたら目立つに決まってるじゃん。まあ俺は嬉しいけど、他の人に見せるの別。助けてあげたんだから、しばらくこのままでいてくれるよね？